皆さんおはようございます。今日も今日の一曲いってみたいと思います。今日はですね、僕の、モノマネユニット相方、阿部健のライブがあってですね、僕も、出演する予定なので、これからちょっとバタバタっていう感じなんですけどね。まずはですね、今日は梅野ラブさんが誕生日ということでおめでとうございます。はい、それでは今日の一曲なんですけども、梅野ラブさんからですねリクエストいただいてました。福山雅治さんのディア行ってみたいと思います。梅野ラブさんお誕生日おめでとうございます。それでは行ってみましょう。真夜中の電話、雨のドライブ、喧嘩した、バラの花束、気取ったセリフ、笑わせた。面影が夢のように切なくなる夜、遠く離れているけど、君を感じてる。遠く離れているから、君が愛しくて。壊れた時計、消えた子猫、泣いていた。紺色のシャツ、ほどいた髪、抱きしめた。溢れ出すぬくもりを繋いでいく夜、二人今は離れているけど、君を感じてる。二人今は離れているから、君が愛しくて。君の優しさを、君の笑顔、君の空、君の涙、君の憧れをずっと感じて。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いかがだったでしょうか。まだまだうる覚えな感じなんですけども、ちょっと思いはね、込めて歌ったつもりです。もし伝わってたら嬉しいなと思います。ありがとうございます。梅野ラブさんお誕生日おめでとうございます。はい、それでは昨日のコメント読んでいきたいなと思います。梅田ラブさん、いつもありがとうございます。改めましてお誕生日おめでとうございます。もう何度も言ってますけどね、おめでとうございます。タニーさんこんにちは。徳永秀明さんの壊れかけのラジオ
難しい曲をタニーさんすごいです、聞き入ってました。ありがとうございます、落ち着くタニーさんの歌声ありがとうございます、今日15夜なので、マックのチーズ月見バーガー食べました。そうですか。めったに食べないのですが、ツイッターでよく上がってたのでまあね、あの写真が上がってたりするとね、見たくなっちゃいますよね、今日も素敵な歌声、お話ありがとうございました、明日の今日の一曲楽しみにしてますね。いかがだったですか、ディア、ちょっと頑張って、あのサビだけは知ってたんですけどね、あの A メロ B メロがなかなか出てこなくて、ちょっと頑張って覚えたんですけども、まあでもいい曲なんで、今後僕のレパートリーにしていこうと思います。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。みつこさん、いつもありがとうございます。こんにちは、土曜日ですね。1週間がまるで1日みたいで、なわけないですよ、なわけないですよ徳永秀明さん、かなり寄ってましたね。そうですね、だいぶこう寄ってましたね、しばらく目を閉じて聞いていると、錯覚を起こすぐらいです。知らない人が聞いたらきっと徳永さんと思いますね、これは、でもかすれ声が出るのもものなんですね。鼻もほっぺもかゆみだらけで大変でした。本当かゆかったんですよ、さすがと、旬が出ちゃったけど、何事もなかったように歌えたのも、素晴らしいです。ありがとうございます。お肌がつるんとしてるのはもともとが持ち肌なんですね。どうでしょうかね、羨ましいです、まあ肌だけは結構強いですね。ただあのケロイド体質なのがちょっと嫌なんですけどね。ぬのちゃんがひょこりと谷さんの横に来て、あの仕草というか動作というかもうダメとね、もう本当ダメですねあれは、僕も編集しながら、いやなんて可愛いんだうちの子はって思っちゃいましたね可愛すぎて、季節の変わり目なので、体調にはくれぐれもお気をつけてくださいね。あ、みつこさんもぜひ、気をつけてください、今日もありがとうございました。イエーイ、こちらこそいつもありがとうございます。はい、山下さん、いつもありがとうございます。タニーさん、こんにちは。壊れかけのレディオ、思春期に少年から、揺れ動く少年の気持ちがじんと伝わってくる徳永さんの、詩が大好きで、神奈川県民ホールでの、コンサートはとても感動的でした。あ、そうなんですね、行かれたんですね。当時行かれたってことですかね。たまたまお散歩中に、県民ホール前でダフィアさんからものすごく高いチケットを買って、もらって、今の主人です。あ、そうなんですか、ダフィアさんだったんですか。ご主人がダフィアさんだったわけじゃなくて、あ、ご主人がその高いチケットを買ってくれたってことですね。優しいですね。2人で後方の席から見てました。タニーさんが歌う徳永さんもなかなか良かったです。いえいえ、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、いいですね、優しい旦那さんですね、よかったですね。はい、ありがとうございます。飛鳥めぐみさん、いつもありがとうございます。最近タニーさんに泣かされっぱなしな飛鳥めぐみです。あ、そうですかね、泣かせちゃってごめんなさい。はい朝晩の冷え込み、タニーさんの歌声がバッチグーでした。ありがとうございましたね、バッチグーですよ、バッチグーね、伝わって嬉しいです。はい、やっぱりね、歌は伝わらないと、なんか歌ってもね、あのつまんないと思うので、あのなんとか伝わるようにね、こう自分の表現を、日々こうなんていうんですかね、あのブラッシュアップしてってる感じなんですけどね、伝わってたら嬉しいです。はい、ケンジゼロツーさん、いつもありがとうございます。タニーさん、こんにちは。徳永秀明さんといえばこの曲ですよね。そうですね、当時の彼を、再現させててすごく良かったです。 ありがとうございます。カバーを主とした彼は、癖がすごすぎたまあ確かにね、そういうところありますけどね。タニーズベスト10ですが、楽しみですが、オイラは尾崎すぎて、ベスト10に絞るのに1週間はかかる。まあ僕も1ヶ月ぐらいはかかると思いますよ。はい、バッティングセンター動画はよくアップされてますが、コロナもあり歌いながらは厳しいかもですね。あ、そうですねウルトラソウルハイのハイで打つとか、あ、それいいですね。ちょっとそれあのいただきます。はい、やってみようと思います。もうね、周りから品種買うかもしれないですけど、動画編集で音付け、まあ何にせよ、タニーさんの、打撃が見たいですね。社会人野球経験者の俺はうるさいかもですよ。一応僕はあの小学校の時はね、あのピッチャー4番だったんですよ。ピッチャー4番、
なのであのバッティングフォームも結構自信ありますよランニングホームランもしたことがあるし、ホームランも打ったことあるし、はい、ただ投げてはね、投げてはもう毎回20点以上取られるってまあその理由もあるんですけどね、うちの学校がですね、ストライクはど真ん中に投げなきゃダメだって言われてて、ど真ん中に投げるからもう一番打ちやすい球が来るから打たれちゃいますよね、はい、まあいいですねはい、ありがとうございます。しのさんいつもありがとうございます。こんにちは。この頃の徳永さん好きでした。綺麗なビブラートでしたよね。そうですね、ちょっとかすれ声からのこのビブラート良かったですよね。いつからか癖の強い歌い方になってしまってさすが毒舌兵士の、ありがとうございますはい、あオスメスター変身、あ結局取れなかったんですか、残念ですね。うん、悔しいですね。まだまだ当日券ってないんですかね。もしまた次の機会があったらぜひチャレンジしてください。はい、ありがとうございます。おいらちゃんいつもありがとうございます。こんにちは。壊れかけのレディオン、まさに青春ソング、懐かしいっす。浜田省吾さんのライブ、ついに始まりましたね。浜田省吾の青春ソングって、路地裏の少年、ラストショーなど、だいたいカラオケで歌ったかな。そうですね、僕もだいたいカラオケで歌いましたね。女の子を口説く時には夜明けのブレス、消えかけた街がっていうやつですか今全然似てないですけど、チェッカーズだったんで、あそうなんですね。僕はチェッカーズも歌いましたけど、当時20歳ぐらいの時とか、女の子に女の子の目線が欲しいなって思った時はですね、ミスチル歌いましたね。クロスロード、 Looking for love っていうやつ、あれを歌ってましたね。はい、谷さんが歌ったら女性陣イチコロじゃないでしょうか。そんなに甘くはないですよはい、チャンスあったら歌ってみてくださいね。そうですね、夜明けのブレスも大好きなので、今度歌いたいと思います。はい、ありがとうございます。元旦那さんいつもありがとうございます。タニーさんおはようございます。私の徳永英明への入り口は、この壊れかけのライディオでした。懐かしい。来週の BS 浜ショー録画しましたか。あ、まだしてないですね。ついに今日から秋のツアー始まりますね。そうですね、もう早くね、セットリスト知りたい僕どっちかって言ったのもセットリスト知って何の曲を次何の曲を歌うのかって分かって盛り上がりたいタイプなんで、セットリストが知りたいですね。はい、おすめさんね、今回残念だったんですけど、またキンキンで、当日券、出るかもしれませんので、ぜひぜひ頑張ってください。はい、皆さんコメントありがとうございます。はい、まあ、先ほど言ったように、先ほど言ったように、今日これからですね、もう急いで慌てて、今11時10分なんですけども、12時から、打ち合わせして、そこから準備してと、いろいろやってっていう感じで、今日は久しぶりのモノマネショー、相方阿部武史のソロライブ、10周年記念ソロライブっていうことなんですけども、僕も多分がっつり出させてもらう感じになると思うので、もしお近くの方はですね、まだ若干入れると思いますんで、ぜひお越しください。ということで、今日も素敵な休日をお過ごしください。改めまして梅のラブさん、お誕生日おめでとうございます。それでは皆さん、また明日。